リ入れ替え、確かに。でもね、ID とパスワード忘れちゃったんだよな。まあでも聞けば教えてくれるんだろうけど、落ちちゃう、落ちちゃう。そう、今日さ、ハッピーボトル絶対間に合わないと思ったらさ、間に合ったの。めちゃくちゃギリギリに、よかった。ハッピーさん、ハードたくさんありがとうございます。メール来た、よかったな。メルモリもいっぱいじゃないの、むしろ増えた。新しく携帯やって、携帯新しくしたんですよ、2、3ヶ月前に。なんでだろう、嫌われたのかな、ショールームから。アップデートはねしてる、ショールームのアプリも謎なの、携帯の問題じゃない、これは絶対ショールーム容量増やしたもん携帯前回より。今日は15分経ったら終わりにします。ダイソー再起動しました、充電もある。なんで、なんで、他のアプリはね全然普通に正常なの、ショールームだけできないの。私の携帯だけ本当に嫌だ。いや本当に iPad あってよかった、なかったら毎日アイドル途切れてるよ。お父さんに感謝だね、本当に思う。それか事務所の携帯か。あれあれあれ、眠たいな明日は公演だから頑張んないと。ソーダさんが生誕祭だし、小町まふいちゃんいるし、嬉しい。え、 iPad 画質いい？嘘、なんで？いつもやってる iPhone の方が性能はいいよ本当に時間がなさすぎて泣きそうになる普通に考えただけでも泣きそうになる。考えないようにしよう。でも考えなきゃいけないんだよ。でも明日これだから K2 のことだけを考えなければ明日は。正面、あーそれもあるかも。こっち側の方がね、あの天井についてる電気がね当たりやすい顔に。そう、今日まつげやってないお休み中、マスカラ。マスクしててよかった。お腹すいた。お腹すいた。今日はお家に帰ってきて。プロテインが入ってるバーを食べた一本満足じゃなくて。今日のグミは昨日買ったやつをちょっと食べた。そうです、永田さんファイト、ありがとうございます。
アイスは今日は食べてない明日は食べようかな、公演が終わったら。メイク漏れなさそう漏れなさそう、いっか。明日は相田さんがメインだからね、主役様なので楽しみだな、久しぶりに一緒に出るのでなあ。かわいい、ハッピー、ハッピーがかわいすぎてうろっちゃう目立たないようにそうでもパフォーマンスはいつも以上にはやるよ、上を目指さないと。そう、今日はおしりんさんの誕生日で会えました。そう、3人で一緒に飛ぶのハッピー選んで渡しました。ハッピーは豪快にご飯を食べて今ベッドに登ってきて寝落としてる。かわいいかわいい。ツイート上がってた、嘘。ちょっと今 iPad で配信してるからツイッター見れるから見ます。ついに私もカミシャンだったのかな、こんなに鼻水が出てる。どこどこどこ、ツイッターないよショールーム？ショールーム？ん？公式ブログなの？わかったの。今嬉しいって言って、ああ嬉しい、かわいい。ある？嘘。やだ、花粉症デビューはしたくない。ポーが協定よしょ私の携帯がおかしいのかな、あ、本当だ、めちゃくちゃ私笑ってるじゃん、目がない、しっかりマスクしてますねツイッターあった、嬉しい、ありがとうございます。やばい、鼻水噛みたいぐらい垂れてくる、ごめんね、こんな汚くて花粉症の世界へようこそ、やだ、そんな出迎えないで今はショールームやってる？もう終わった？めっちゃ笑ってた。服違う、え、そう、今日の写真ノートは今着てるんだけど、ただそのまま帰ってきて、あの上着着てるから黒い焦ったの。うん、ハッピーとの距離が遠い、さかぼった私のこと見てるのに届かない、こんな近いのに手が届かないって悲しいねウ虫のうまるまるのツイートね、本当にごめんね、今日ね、そう数匹だけ違うカゴに入れたんですよ、その最後の最後だと思われるマット交換
その3匹ぐらいはね。でそうちょうどいいタイミングで見れて本当に嬉しかった。めちゃくちゃ可愛かったの。ハッピーさん、はい。そう、しかもちょうどツイートしたのがさ、お昼でさ、時間なんてね、私気にしてなかった。本当に申し訳ない。え、そう、カブトムシしか今は飼ってない、国産の。初めて見たから嬉しかったの。切ります、音。いっぱいツイートしちゃったって言っても、その一つのツイートに自分がリプをした形だけど。ごめんね。そしたら見事にフォロワー減ったよ。あーって思ったよ。まあ、しょうがない、しょうがない。まとめられた、また。まあでもありがたいけど、ありがたいけど、内容が内容だからまた減りそう。うん、減りました。普通に写真は載せてないけど、あ、こういうことツイートする子なんだなって思われたのかな。そうなんです、ごめんね。まあこれからどんどん増やせばいい話だから、そこまで気にしてないです。あ、減ったなぐらいです。もう誰が減ったとかそこまで詳しくは知らないし。お花のアバターさん、ハート、ありがとうございます。かわいい、ハッピー、かわいい。かわいい、ずっと見ていたい。そう、なんかね、最近買ったんですよ、なんか人の手形が押せる、ん、粘土に自分の手形を押して保存できる、なんか飾られるやつあるじゃないですか。あれを買ってハッピーの手形をね、近々やろうと思うんですよ。近々はできないか、5月下旬になったらやります。やるの。なんか本当にハッピーとの思い出が、携帯の中の写真はあるけどさ、実物のものはヒゲぐらいしかないから、なんかちゃんと肉球と足の手形をね、取っておきたいと思って。思い出だから、押してくれる、多分優しいから押しさせてくれる。私に身を任せてくれるから、ハッピーはね。本当はインクとかもいいなって思うけどさ、多分猫舐めちゃうし危ないから、粘土系。でもちゃんと詳しく内容わかんないんだよね、入ってるものとか。ちゃんと1回で成功すればいいけど。かわいい。かわいいよ。今日で752日目、ありがとうございます。スコティッシュのブタさん、拍手ありがとうございます。明日はケツ公演です。皆さん見てください、見てください。頑張るよ、楽しいもん。え、ショールームの新機能で小顔、目を大きくするのやって、そんなのあるの？え、私のところにないよ。あるの？そんなの初めて知った。
あってもやらないな顔違うって言われちゃうから、会った時にやらないでも試してはみたい、配信外で。ランキングを読めます。38位、ハッピーさん。1位、スコティッシュなおばさん。2位、ハッピーさん。3位、ハッピーさん。4位、ハッピーさん。5位がいないぞ、5位がいないぞ。5位もハッピーさんかな。6位、ハッピーさん。7位、ハッピーさん見た8位、ハッピーさん。9位、ハッピーさん。10位、メロンパンのバターさん。11位、ハッピーさん。12位、ハッピーさん。13位、ハッピーさん。皆さんありがとうございましたマスクでごめんね。おーおー、口洗ってる。かわいい顔がマジ目がすごいでかっぴ、かわいい。ただ公演頑張ります、楽しみます。見てね、早く寝ます。皆さんもこの遅い時間までありがとうございました。11時半、ありがとうございました。おやすみなさいおやすみなさい、バイバーイ。ありがとう